R. ワトソンは、アメリカ合衆国カンザス州カンザスシティ出身の元バスケットボール選手。身長 185cm、体重 88kg。ポジションは、ポイントガード。UCLA に進学したワトソンは、後に NBA プレイヤーとなるバロン・デイビスの、控えとしてプレー。ワトソンとデイビスは、同大学で1979年以来初めて、 先発の座を掴んだ一年生であった。2001年の NBA ドラフトで、シアトルスーパーソニックスから二巡目40位で、指名されて、NBA 入り。2008年2月6日、サクラメントキングス戦において23得点10、リバウンド10アシストのトリプルダブルを達成する。これは、レアレンが2004年に達成して以来、チーム初となる記録であった。その後、 各チームで控え、ポイントガードを務めた後、2014年10月2日、13年に渡る、選手生活に区切りをつけ、サンアントニオスパーズ参加の D リーグチーム、オースティンスパーズのアシスタントコーチに就任した。2015年6月3日、フェニックスサンズの新人選手育成担当のアシスタントコーチに就任。2016年2月1日、 ジェフ・ホーナセックヘッドコーチ解任を受け、暫定ヘッドコーチに昇格。シーズン終了後に正式にヘッドコーチに就任した。しかし、数年来の悪い流れを変えることはできず、2017から18、シーズン開幕直後に3連敗を喫した10月22日に解任された。得点よりパスを優先するゲームメーカー。大学以来、バロン・デイビス。 ゲリー・ペイトン、ジェンソン・ウィリアムズなどの大物ガードが常に同じチームにいるため、2番手選手としての起用を続けられてきた。しかしそれゆえに短い時間で力を発揮する術を身につけており、最高の控え、ポイントガードとも形容される。2007から08シーズンはようやく先発の座を掴んだかに見えたが、チームは翌年のドラフトで、 ラッセル・ウェストブルックを獲得したため、またしてもベンチから起用されることになった。ありがとうございます。